5分以内でアニメ紹介、やってくよ。今日紹介するのは白い砂のアクアトープ、だぜ。制作は PA ワークスだよ。放送時期は2021年夏、つまり今だぜ。今回は現行のアニメを紹介するぜ。現在7話まで進んでいるけど、2クール編成でおそらく24話構成だよ。ホームページにアクセスして出てくる文字は、沈む夢、漂う夢、動き出す夢、夢を追う少女らの物語だぜ。それじゃあ早速あらすじ紹介だよ。まず主人公格はこの二人だぜ。両者ともに高校生で、18歳なので3年生だぜ。二人以外にも主要人物が4人いて、合計6人による青春群像劇って感じだよ。舞台は7月、東京でアイドルをやっていたが夢破れアイドルを辞めた宮沢風花だけど、地元岩手には帰りたくなかったんだぜ。そんな時東京駅で見た沖縄の広告に目を奪われ、あてもなく沖縄に来てしまうんだ。真夏の沖縄をさまよった末に、ククルが館長代理を務めるガマガマ水族館にたどり着くぜ。地元に帰りたくなく住むあてがない風花は、ククルに住み込みで働かせてくれと頼み込むよ。水族館は人員不足だったのもあり風花は働くことを許され、ここに風花とククルの新しい日常が始まるぜ。しかしこの水族館は老朽化を理由に8月末で閉館することが決まっていたよ。ククルはそれを回避するべく必死に策を練り、風花や他の仲間と共にそれを乗り越えようとするぜ。というのがあらすじだけど、7は現在で未だに8月半ばなので、かなりスローテンポなアニメだよ。少女らの日常アニメという認識で大丈夫だぜ。それじゃあ軽く考察をしていくよ。と言ってもまだ半分も経過してないのであまり詳しいことは言えないよ。まずジャンルは日常系のアニメに該当するが、ユリアニメじゃないかという説があるぜ。主人公格がどちらも女の子なので妥当といえば妥当の考察だね。ただククルは右上の画像の6人の、右から2番目の中村海、と幼馴染という設定があるぜ。がっちりした体型の彼は養子の子供という設定で、同級生だよ。また左から2番目の久高かりんは右端のやかましくんや、と同級生という設定もあるぜ。この二人は成人しているよ。かりんは観光協会で働いていて、くんやは水族館で働いているよ。普通の恋愛要素を入れてくる可能性もありそうだぜ。同じく PA ワークスの色づく世界の明日からでは主要人物は総じて恋愛関係になっていたんだけど、本作品は男女比が大きく違うからどうなるんだろうね。おそらく風花はいつか実家に帰るだろうから、人間関係には注目していきたいところだぜ。さっきも述べた通りかなりスローテンポなアニメなので、飽き性の人にはあまり合わないかもしれないよ。それじゃあ本作品の良いところだが、それはとにかく作画だぜ。作画の良さで有名な PA ワークスだから当然かもしれないけど、本当に綺麗だよ。水や海の描写が多い作品だから、より作画の良さが際立っているぜ。日常系アニメはもともと内容の濃さで勝負するジャンルじゃないから、作画が良いというのは非常に大きなポイントだよね。続いて音楽もかなり優秀だ。オープニング、エンディングともにレベルの高い楽曲が提供されているぜ。オープニングはユニゾンの田淵智也さんが作詞を担当されているし、かなりいい曲に仕上がってるよ。だがやはりここも作画による加点はあるな。オープニングは URL を貼っておくが映像との一体感が本当にいいぜ。やっぱアニメは作画が大きなウェイトを占めるよね。そうだな。正直まだ7話で多くは語れないので、良いポイントはここら辺に留めておこうかな。最後に声優だが、こんな感じとなっているぜ。伊藤美久さんは5等分の花嫁で三女美久なんかを担当されている声優さんだよ。相田理香子さんはラブライブのグループ、アクア、に所属しているぜ。見ての通り全体的に若い声優さんが多いアニメだよ。このアニメと一緒にさらに有名になってほしいね。そうだな。そんじゃ今日はここまでだが、評価はまだ完結していないので保留させてもらうぜ。どちらにしろ今回派遣候補の一角なのでみんなぜひ見てみてね。そんじゃご視聴ありがとうございました。